では、これ、結腸。次は結腸が拡張してるパターンです。これを見ていきますと、正常な CT。ここが食道です。ここが食道です。これ多分造影剤流してるので、ちょっと白く映ってますけど、同じここが食道。ここが食道です。じゃあ、ここも見きますと、下がっていきます。食道です。食道。食道です。食道。今、胃に入っていきました。ここ、胃に入ってきました。ちょっとこれ、造影剤が入っているので白く映ってますけど、胃。胃です。ただし、ここ、ここ、もうすでに何か大きく黒いのが映り込んでますけど、ここまで来れば明らかに違うっていうのがわかるかと思います。そして、ここまで来ると、さらに、同じぐらいの位置なんですけど、こっちにはなくて、こっちにはある。ここ、明らかに黒い大きなのが占めているのがわかるかと思います。実はここ大きく映ってるところって実はこれなんですね。正常な CT でいくとこれ。で、お腹側のこの黒いところ。この黒いところは実はここ。正常な CT でここになります。ここの CT、あるいはここ。ここと、ここが一緒。ここ、前の方と、ここが一緒です。ここが一緒。で、さらに足元の方に行くと、ここが実は結腸です。こっち、上行結腸、下行結腸です。で、さらに行くと、ここ S 状結腸かな？おそらく S 状結腸です。で、ここ、こっちで言うと、ここ S 状結腸になります。なので、右の方、結腸拡張してるんですけど、正常な CT でも一応、上行結腸、下行結腸、ちゃんと映ってるんですけど、そこまで、拡張してない。映ってはいるんですけど、拡張はしていないのが正常な CT。明らかに違いますよね。黒く大きいのが映ってますよね。で、ここまで来ると、先ほど映ってた黒いのが映ってこなくなってます。最後の最後、直腸、S 状結腸の最後から、直腸、そして肛門になるんですけど、ここまでは映ってますね。ここまでは映ってるんですけど、正常な CT では、まあ、ここら辺が同じような S 状結腸になるんですけど、こっちは明らかに大きく映ってます。なんですけど、これ、こっから下、肛門側に行くと、急に映らなくなってきたというところを合わせると、おそらく S 状結腸のまあ、最後の方、直腸に近いところで、イレウスが起こっているんじゃなかろうかというところになります。ここですね。ここがもうすでに、手前側、ここが横行結腸。そしてこっち。こっち側が上行結腸。こっちが下行結腸です。左側が下行結腸、上行結腸です。で、S 状結腸から、急に映らなくなってくるっていう感じです。はい。ということで、S 状結腸の最後が詰まっているせいで、ずっと下行結腸から上行結腸の方まで、何やら、プツプツありましたね。これ、一番最初に出しましたけど、便が溜まっている。上行結腸、横行結腸、で、下行結腸。ちょっと下行結腸被って見えづらいですけど、ここに便が溜まっている。で、上行結腸の方がよりプツプツ溜まっているのは液体で、まだ固形になりきっていない。これがだんだん進んでって便が形成されてくると、だんだんこの黒いのが抜けてきて固形になって白く映ってくるというような感じ。ただし、これ、ずーっと詰まって上行結腸の方までもう溜まりに溜まってますよっていうようなところになってるので、だいぶイレウスというか、しっかりともう閉塞してるんだろうというところは画像を見てもわかるかと思います。で、この場合は、この結腸から口の方まで戻ってくるということはないので、問診としては大きい嘔吐っていう訴えよりは、排便が出ないんだとか、こう、
気張ってるんだけどなんか出てこないとか、細いのしか出てこないとかっていうような排便困難感の訴えや、とにかくお腹が張ってるんで、腹部膨満感の訴えが結構強くなったりします。これが画像と合わせての問診で聞くようなところになってくるかと思います。そして理学所見。当然お腹に先ほど見た通り便意や空気が溜まってるんで、腹部の膨満。あとは、詰まってるんですけど、なんとか押そう押そうっていうので、逆に前動が更新してるような音が聞こえたりします。なんで、この辺が理学所見としては取っていくところかなと思います。で、先ほどまであった脱水っていったところは、小腸で水分吸収がほとんどされるので、小腸はしっかり通ってこれるので、この場合はあんまり脱水になってるっていうイメージはあまりないですね。なので、どちらかというと、画像、問診、理学所見でしっかりと情報を取ってくる、アセスメントするという形になるかと思います。さて、ここまで機械的イレウスを見てきました。最初に冒頭話しました、イレウスの場所を見るというのが大事になります。それによって栄養管理が変わってくるからということで、最初、食道が拡張している。なので、食道が拡張しているってことは、食道の次のあたり。食道の出口なのか、胃の入り口なのか。こちらは、どっちかっていうのありますけど、この辺が詰まっている。あとは胃が拡張している。ってことは、胃の次の十二指腸に行くところ。胃の出口もしくは、十二指腸の入り口あたりに何か問題がある。そして、結腸。結腸が拡張しているってことは、結腸の、まあ、どこかにもよりますけど、横行結腸なのか、下行結腸なのかっていうのありますけど、拡張しているところまで、の一番最後のところで何が詰まっているとかですね、閉塞起点があるということになります。これによって若干栄養管理の考え方が変わってくるので、同じ機械的イレウスっていう言い方をしたとしても場所をしっかりと確認する必要があるということになります。例えば必ずこれができるってわけじゃないですけど、例えば食道や十二指腸での閉塞起点がある場合は、経腸栄養のチューブは十二指腸空腸まで留置ができますので、ここを超えて、経腸をすることができるかもしれません。食道や十二指腸のこの閉塞しているところを超えて、フィーディングチューブを留置する。まあ、もちろん、例えば、癌でもう完全に塞がってて、チューブも通せないということになれば、もちろん、経腸はできませんけど、例えば、狭窄、あるいは、まあ、閉塞にかなり近いけど、チューブは何とか通せた、ということになれば、経腸ができるので、イレウス、って聞いて、あ、もう経腸ができないとか、まあ、経口摂取はもう無理だと思いますけど、腸管が使えないということになるかどうかっていうのは、この場所、閉塞している場所、いや閉塞の程度、ここによってはもしかすると経腸ができる可能性があるので、ここは、主治医の先生と要相談できるポイントかなと思います。そして小腸、小腸の場合はここで栄養吸収ができるんですけど、ここに閉塞があると、さすがにこれ以降のところにチューブを留置することはできませんし、この場合はさすがに絶食、輸液管理せざるを得ないかなという感じです。そして結腸。結腸の場合は、小腸で消化吸収がほとんど行われるので、大腸にその食べたもの、飲んだものが流れ込まなければいいなというところで、無残さのもの。残さがあると大腸まで運ばれてしまうので、無残さのものだったら、もしかすると、食べて、飲んでも、まだいけるかもしれない。ただし、食べ物や、飲み物を摂取すると、消化液が、分泌が増えるので、完全に液体も流れていないというような状況であれば、当然、無残さだったとしても、結腸にイレウスがある場合は、できませんけど、もしかすると、狭窄、かなり強めの狭窄ぐらいでしたら、もしかすると、こういった栄養管理もできるかもしれません。なので、必ずこれができるというわけではないですけど、ここを一つ考えるポイントには、この機械的イレウスの閉塞起点、閉塞の程度っていうところを画像も含めてですね、チェックする必要があるかなと思います。ということで、もう一つ、今度は腸管の拡張を見ていきたいと思います。もう先ほど来からもう食道の位置をずっと話をしてますので、食道は大丈夫かなと思いますけど、ここですね、食道。先ほどの結腸と結腸の拡張にかなり近いような画像になっておりますが、よーく見てくださいね。先ほどの結腸にかなり近い
感じになっております。ここいいですね。胃の前に先ほども同じような場所にこんな黒い空気の塊がありましたけど、今度はよく見るとどうでしょう。先ほどは結腸の拡張でしたけど、今度はかなりこう丸くこうボコボコとこういろんな仕切りがあるような、いろんなところにこういろんな丸が映り込んでいるような画像になってます。先ほどは上行結腸、下行結腸、横行結腸が明らかに大きくなってたんですけど、それとは違ってまた今度はボコ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 丸いのがいっぱい出てます。丸いのがいっぱい映り込んできてます。先ほどよりも、先ほどの結腸の拡張よりもいろんなところで空気だったりこういう丸いのが映り込んできてるというような所見になってます。そして割と下の方まで、ここはもう直腸に近いところになってます。直腸に近いところ、ここはもう直腸かな、直腸になってます。こっちまで溜まってきてだいぶ下の方まで、肛門の近いところまで、でまた上に戻ってきますけど、こういった感じで丸いのがいっぱい映り込んできてます。丸いのがいっぱい映り込んできてます。ここにもありますね、ここにもあります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 。ということで、ここは、結腸だけじゃなくて、小腸まで、まあ、管状の、お腹の中の管状のものといったら、結腸か小腸しかないので、こんなに丸いのがいっぱい映り込んできてるってことは、もう小腸だろうと。いうところで、ここが胃になります。ここが胃になります。ここが胃になりますけど、胃のもう前のとこ、そして実はここくびれが映ってるの、ここは横行結腸だろうという感じですけど、もうこの辺はおそらく小腸です。小腸です。小腸。だいぶ拡張した小腸。小腸です。小腸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 ですね。もうなかなかぐる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 回ってるんで、こういうふうに輪切りにすると、こういった感じで小腸が映り込んでくるということで、結腸プラス小腸が映り込んで、拡張して映ってきてるというような画像になってます。そして、これはもう下の方までだいぶ拡張してきているので、閉塞してるっていうよりは、腸管全体が拡張してるというような状況です。閉塞起点があるというよりは全体的に拡張しております。閉塞起点がないようなイレウス、これは麻痺性イレウス、全体的に拡張してる。これもちょっとレントゲンじゃないのであれなんですけど、こんな感じでお腹が全部こう拡張してる。ここ黒く映ってるとか腸管ガスになりますが、これ全体的にお腹全部こう黒くガスで映ってるような感じです。おそらくこの白くシュッとシュッと映ってるのが、おそらくこれハウストラだと思うので、この辺は結腸、まあいわゆる大腸になると思うんですが、この真ん中のあたり、この辺はおそらく小腸。ちょっと見づらいですけど、白くケルクリングが映り込んでるんで、この辺は小腸かなと思います。先ほどは、閉塞起点から口側側に拡張するっていうのが機械的イレウスの特徴でしたけど、麻痺性イレウスの場合は基本的にはもう全体的に、お腹の動きが全体的に悪くなるので、小腸、もしくは大腸まで拡張するというような所見になります。画像所見以外で行くと、問診に行くともうお腹が張ってますので、腹部も、ま、そして全体的に張ってるので、まあ、押したりとか、そもそももうパンパンに張ってるので、お腹が痛いっていうような訴えも結構強いです。そして、理学所見としては、当然、腹部が張ってる、もうパンパンの人は本当にパンパンです。もう触らなくても見ただけでわかる。あとは、麻痺性イレウスの場合は、
腸前動がもう落ちていることによってこういうふうなイリウスが起こる。食べたものや消化液が肛門側に流れていかないっていうような状況なので、腸前動の減弱、聴診器って聞くと全然腸前動が聞こえないなんていうこともあります。こういったところを元に画像と合わせて、マヒセリウスじゃないかというところをアセスメントをしていきます。ただし今回のこのマヒセリウスに関しては、例えばいろいろ原因がありますけれど、手術後お腹を触るような手術をした後になったりする場合が多いです。で、これはどこかが詰まっていたりとかするわけじゃないので、徐々に治ってくる場合があります。なので、これじゃあどういうふうなところを見ればいいかということですけど、例えばこれ、こちらマヒセリウスで小腸が映り込む、この白く映ってるのがケルクリングですけど、小腸が全体的に拡張します。マヒセリウスの所見ですけど、このそもそもの拡張しているのは改善する、あるいはこれ小腸ですので、小腸から大腸の方にガスが動いてたらいいですね。お腹が動き出したっていう合図になるので、例えばこれ小腸、主に小腸ですね、結腸はほとんど映ってないと思いますが、これ小腸がこちら右側の画像になると、ここはハウストラです。こことなってるので、大腸にガスが動いたっていうのは一つと、あとまあ見たらわかりますけど、全体的に真ん中の腸管ガスが抜けているので、こういう場合はマヒセリウスが改善してきたんだなっていうことが言えます。なのでこれマヒセリウスだったのが改善をしてきているので、腸管使用ができるなっていうので画像を見ることができるというので、マヒセリウスの場合は先ほどと違って閉塞起点がないので、栄養管理、閉塞起点によって合わせるとかっていうことじゃなくて、マヒセリウスが改善してるかどうかなっていうのを一つポイントに見ていくということが大事です。そして、だいたいマヒセリウスの場合 CT は取らないので、どちらかというとこういうふうなレントゲンで見ていくことが多いと思うので、レントゲンで腸管ガスが移動しているかどうか、腸管ガスが減弱しているかどうか、この辺をポイントに見ていけばいいかなと思います。今日はひたすら画像を見てきましたけども、まずは腹腔のレントゲン CT、二房像と腸管ガスと食物残渣便、ここを一つ判断材料に見れるようになりましょうっていうところが前提で、実際の二房像とか腸管ガス、どういったパターンかというのを機械的イレウス、マヒセリウス、それぞれで見てきました。それに合わせて機械的イレウスの場合は閉塞起点によって栄養管理、まあ、できるできないもちろんありますけど、主治医の先生と相談するときの一つポイントは、閉塞起点がどこなのかと閉塞の程度確認する。そしてマヒセリウスの場合は、マヒセリウスが改善しているのかどうかというのを、腸管ガスの減弱やガスが移動しているかどうかというところを見ていくと、イレウスの栄養管理につなげることができる画像所見の取り方になってくるかと思います。そして今回は画像所見だけじゃなくて、問診や理学所見、こういった訴えやこういった理学所見があるよっていうのも合わせてお伝えしましたので、画像だけじゃなくて合わせて患者さんこの元に、特にこのイレウスの場合は採血やバイタルっていうのにあまり反映、はっきり反映してこない場合が多いので、画像と合わせて患者さんのところに行って実際のお腹を触る、患者さんの訴え聞くっていうのは非常に重要になってきます。なので合わせてアセスメントに活かしていただければと思います。だいぶちょっと駆け足になりましたけれども、これで本日の勉強会終わりたいと思います。ありがとうございました。